皆さんこんにちは、レッドです。ついにやってまいりましたよ皆さん、念願のマイガレージを手に入れました。やったー。なのでね、今回は私のマイガレージのご紹介をいたします。よろしくお願いします。まだね、引っ越しをした直後なのでめちゃくちゃごちゃごちゃしていますが、まあそこら辺はね、ちょっと目をつぶってください。じゃあ行きますよ、案内していきますよ。まずこの足元たちが、はい、荷物でね溢れております。ちょっと進んでいきましょう。このごちゃごちゃでで、少し暗いですよね。明かりをつけます。奥から手前、ふっ、いかがでしょう。なかなかの広さのガレージじゃないですか。幅的にはですね、今この横幅がこんな感じです。これがね、今まで私が生活をしていたあの作業倉庫にね入っていた荷物なんですけど、かなりえぐい量になっております。これだけね、作業スペースが広いとすごく楽しいですよね。と言いたいところなんですけど、このガレージまだまだ広いんです。そしてこちらのガレージ、シャッターがもう一枚あるんですね。広い。さらにシャッターがもう一枚あるんですね。めっちゃ広いよ。これで予定としては一番奥に塗装ブースを置いて、でその隣にシルビアとかを置いたりとか、まあ整備する場所を用意しようかなと思っております。で、ここにね大きなスペースがあるんですけど、ここのスペースはちょっとねいろいろ予定を考えていますので、ご想像にお任せします。いやー、これからのねガレージライフが本当ね楽しくなる、もう予感でしかありません。今までこうやりたかったけどこうできなかった内容とか、もう幅がね広がっちゃいますよね。夢が広がる、まさにドリームライフで、さらにですね、皆さんにご案内したいところが、ここからさらにぐるっと回るとこちらの方にですね、汚れてほしくない荷物の置き場を用意しております。ちゃんちゃちゃんちゃん、はめ込みガラス、かっこいいな。そして、ガラスのスライドドア、中に入っていくと OSB ボードでできた、内側の壁になります。で一応ね照明も中につけているので、パッと、はいはい、明るい、マジで明るい。もうこのOSB ボードの香りがめっちゃいい。ガレージがシャッター4枚分プラス、このね、ホコリが被ってほしくない倉庫をね、用意しました。今ね、後ろがごちゃごちゃしてあれなんですけど、まあここが綺麗に片付いたら、シルビアとかね、アコードとかここに並んで、もうそちらのね、ルームからお酒を飲みながら車を眺めれるわけですよ。最高やないですか。めっちゃ最高やないですか。もうこの空間はね全部自分のものって考えると贅沢ですね。めちゃくちゃ贅沢。かっこいい、めっちゃかっこいいよ。すごっ。しかも今回はここだけじゃないんです。さあ、ここを出てこちらに行くと、なんと階段があって、こちらロフトスペースに上がることができます。一応ここの空間はそんなにね広くないので、まあ主にエアロとかねあまり使わないものを置いていく予定です。で階段をね上がる前の、一応このエリアが溶接エリアになっております。今後はねここで溶接をメインでねやっていく予定です。こちらもうこの階段鉄工所かよってね思っちゃうような作りの階段になっております。
なのでロフトに上がるとこの下の倉庫が全面ねこうやって撮影することができます。いろんなねアングルからの撮影が可能です。いやマジ贅沢で、このガレージなんですけどちょっとねこだわったポイントがありまして、こちら全面、水平が取れております。なぜね、水平にしたかというと今後ねアライメントを取ったりとかすることがあるので、まあ、そういった時にね水平が取れてる方が測定がしやすいので、職人さんにね無理言って水平にしてもらいました。そしてもう一つその水平つながりで言うとこちらのね倉庫のコンクリート全面なんですけどつなぎ目がない状態にしてもらいました。あの1日でもう一発張りでコンクリートをね打ってもらいました。ちょっと見えにくいんですけどこうコンクリートを仕切ってる板とかがないのでもうすんごいね全面フラットになっております。そして今回ね紹介したガレージなんですけど角一さんのガレージとなっております。このガレージがですねこのドアが角一さんのドアじゃないんですけど別のねメーカーのドアをつけました。ガラスドアですね。前回の動画でお家全体が、浄水された状態のお水が出ると言ったんですけど外のこちらのお水も、浄水につながっているのでカルキがねほとんど入っておりません。洗車後に水を拭き忘れたとしても白い跡がね残りにくくなります。だからあの人間にも優しくね車にも優しくなっています。であとはね台風シーズンとか結構怖かったのでこれだけねしっかりしたガレージがあったらねシルビアちゃんたちをしっかり守ることができると思います。であとはね前住んでいた地域がねあの大雨とかが降ると水が浸かっちゃうんですけど今ね私が住んでいるところは一応ね大雨が降っても大丈夫なような場所に引っ越してきました。車のことを考えてねいろいろな行動をとっております。でこちらの空間がね前回ご紹介したマイホームなんですけどこちら今リビングなんですけど目の前に角一さんのねガレージがあります。こんな感じでもうお家とねこの倉庫がもう隣隣の状態でしっかりね住み分けができてるのがいいところです。で今ね手動でシャッターを開けたんですけど後々はこちらをね電動シャッターに変更していく予定なので、そちらもねお待ちください。いかがだったでしょうか皆さん私のマイガレージ。まあ、今後の課題としてはまずね、この倉庫を一度ね整理整頓しないといけないところからなのでまあ時間がかかりそうです。でまだね床がコンクリートの状態なので染久さんの密着コンクリにはで地面をねあの塗っていく予定なのでそちらのね動画もお待ちください。で今後の展開としては来年からねドリフトを始めていくので、まあ、ここでドリシャをねこう整備したりとかまあもちろん自分のね車を整備したりとかしていこうかなと思うのとここに今真っ白のね、第2倉庫があるんですけどこちらの壁に、まあ、お世話になったメーカーさんとか、まあ、スポンサーになってくれるメーカーさんとかのロゴをここにね、書き込んでいこうかなと思っております。まあ、まさかね趣味から始まったことがねこんな大きなことになるとは夢にも思ってなかったので、まあ、これもねあの私の動画を見てくれた視聴者の皆様や、企業の皆様僕をサポートしてくれた皆様あの本当にありがとうございます。あの皆様がいて僕がいるので本当ね今の僕があるのは皆さんのおかげです。ありがとうございます。なのでこれからもレッドメモリーをよろしくね。それではあなたのカーライフが楽しくなるようにレッツカーエンジョイ。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるのでよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram をやっていて動画を配信する先に最新情報が載っていることが多いので気になる方がいましたらフォローもよろしくお願いいたします。今後のね僕の行く先をこう見届けたい人はねぜひチャンネル登録と評価お願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。